ウェーデンの首都ストックホルム。古さと新しさが同居するこの街は、多くの斬新なデザインを生み出し、世界中から注目を集めています。シンプルで機能的でも、どこか気持ちを和ませる形と色使いがスウェーデンデザインの魅力です。今回はこんな素敵なデザインを探しに、ストックホルムの街を旅しましょう。ストックホルムの中心にある食器店です。一見どこにでもあるように見えるお店ですが、店内にはおしゃれでポップな食器がずらり。流行を追いながらも飽きのこない形、シンプルな中に温かみがあるデザインが並んでいます。ちょっと変わったデザインが施されたコーヒーカップ、地元のデザイナービョリン・ダールストロムさんが作りました。ビョルンさんはスウェーデンを代表するデザイナーの一人。パートナーでデザイナーのアナ・フォン・シェーベンさんです。ビョルンさんは生活用品のデザインを手掛けています。一方、アナさんは家具の専門家、椅子のデザインで有名です。これ何だと思いますか？アナさんがデザインした花瓶なんです。These two materials, these two layers kind of create something new, but you don't, at first you don't really know what you see, you don't really know where the, which is the inner structure and which is the, what is the surface. ビョルンさんは体に障害がある人のためのおしゃれな生活用品も作っています。I thought that, okay, if you go out in the woods, usually you pick up a branch or something and use that for a walking stick, and you always find a very nice, you know, angle to put your hand in. So I basically tried to imitate nature. So? 階段を上がるときには短く、降りるときには長めに持つことができます。自然からヒントを得たシンプルなデザイン。It's good. You should try it.